Okay, I've been working like three jobs. Probably why I never see ya. Probably why I never have time for the fake friends I won't be ya. Oh God, I've been running now. Up early when the sun is out. Not setting out my own soul, but those real ones, they coming out. こんばんは。映りましたかね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あ、みさきちゃん、みさきさんです。みさきさん、みさきちゃんです。なんていうと、ちゃんとさ。はじめまして。分けるかなって。どっちもみさきちゃん、みさきちゃん、よろしくお願いします。はじめまして、みさきです。よろしくお願いします。みさきです。すいません、わざわざ来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、お願いします。はい、じゃあ入ります、私たちは、現在東京を拠点に活動している長崎県出身のクリエイティブチームアスコアです。本日は、長崎で現在活動されている美咲さんに来ていただいてます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ美咲さんの自己紹介を話せる範囲ので、はい、軽く自己紹介をお願いします。はい、皆さんはじめまして、みさきと申します。私は2月からインスタグラムで活動をしておりまして、活動の内容といたしましては、長崎の観光地だったり素敵なお店をもっともっと県外の方だったり、また県内の方にも再発見ということでお届けできたらなと思って活動を始めました。今はスペシャルサポーターさんという形で、長崎の中でも活躍されている方と一緒に長崎を発信をしています。よろしくお願いします。すごい、よろしくお願いします。お願いします。活動はどうしてこう始めようと思ったんですか？活動はですね、私自身、今26年間ずっと長崎にいるんですけど、長崎がすごく大好きで、コロナになって、やっぱり観光都市の長崎でも観光客の方が減ったりとか、やっぱり飲食店の方とかも経営が厳しいとかいうお声とかもたくさん聞いていたので、なんか少しでも力になれないかなと思って始めてみました。素晴らしいインスタグラムちょっといろいろ見せてもらったんですけど、個人でこういう風にされてる方ってあんまりいないイメージなんですけど、実際なんかこうチームとか団体とかでされてる、個人でやられてるってことです。はい、あ、そうです、そうです、個人でしてます。すごーい。もともとモデルのお仕事をされてたんですか？はい、あ、全くしてないです。今回初めてしました。もともとなんかそういう広報とか、はい、なんか今やってるような活動に類似した仕事をやってたとか、はいはい、そういうのではなく。あ、そうですね、完全にもう個人的にっていう感じです。仕事をされながらこの活動を並行しているというふうな感じなんですか？はい、あ、そうです、平日は会社員で土日に活動をしています。すごい、朝の日2月に初めてインスタグラムのフォロワー1200人ですよ。うん、ありがたいことにインスタのフォロワーをコツとかあるんですか？はいはい、コツ、私は今その長崎の方とかにも見ていただきたいなと思ってたので、ハッシュタグ長崎とかで調べて、更新されてる方とかの投稿を見て、まあ、いいねとかしたり、そんな感じですかね。みさきさんのページに行ったらわかるんですけど、はいはい、みさきさんみたいなことをされてる方やっぱ見ちゃうと、長崎県民が一緒に盛り上げたいなって気持ちになっちゃいますよね。小林さん思いませんでした？本当ですか？はい、長崎とか川島ですかね。はいはいはい、着物めっちゃ似合われますねって感じ。ありがとうございます。その盛り上げていって、こう最終的にこういう感じになればいいなっていうあるんですか、プランみたいな。今私は考えてるのは、それこそスペシャルサポーターさんの方たちも長崎で活躍されている方たちなので、まあ、その方たちがもっともっと活躍していけるのを、なんか私が宣伝できたらっていうふうにも思ってますし、一人でも多くの人が長崎いいなって思って、こう足運んでもらえたら嬉しいなっていうふうには思ってます。すごい、お話をみんなでしながら、みさきさんって言われた時に毎回ちょっと反応してしまうっていう私の中では起きてるんですけれども、やっぱ女の子目線として
すごく写真も綺麗だし、ございます。すごい可愛らしいし、長崎女子にとってもなんかいろいろ知りたいなっていうのはあるんです。どういうところに気をつけてるとか、そういうのありますか？そうですね。今で聞くと、やっぱりインスタって、こう若い方ってよく使われてるし、インスタ映えとか、やっぱりそういうところって気にしてるので、ここで同じ写真撮りたいとか、そういうふうに思えるような写真、発信したいなとは思ってます。このロケーションや場所はどうやって探してるんですか？はいはい、ロケーションは、今回野母崎に関しては、その野母崎グラムさんのご協力をいただいたので、野母崎グラムさんのおすすめの場所をご案内いただいていて、で、その前までは私が、ここいいなって思ったところをセレクトして、はい、紹介させてもらいました。ということは、撮影する現場だったり、はいはい、あと、カメラマンさんだったり、協力の方だったり、全体的にディレクションをされてるという業務もになってるってことですよね。そうです。私がだいたい撮影の場所を決めて、皆さんにここを撮影したいですっていう風にお願いして活動日を迎えるっていう感じですかね。それも全部インスタグラム内でされるんですか？はい、今インスタの DM でやり取りをしてます。こう当日みんなが初めて会うってはい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 、あ、そうですそうです、初めてお会いしたり、まあ、事前にお打ち合わせさせていただいたりっていう形にしてますね。なんでこの間も野母崎も全く初めての方と一緒に活動したんですけど、すごい楽しかったです。なんか撮影裏話とかも聞きたいですね。今インスタに上がっている海の写真はそうですか？はい、ああ、そうです、そうです。野母崎ですね。川島灯台公園ですかね。どんな場所ですか？ここ、私も初めて行ったんですけど、本当に、なんか海と空の境目がわからないぐらい。なんかすっごい綺麗でした。野母崎って長崎の奥の方ですよね。伊予島の方。そうです、そうです。伊予島よりもっと奥ですね。美咲さんって長崎のどこですか？あ、長崎市です。なるほど、なかなか行かないですね、諫早大村市民は。奥の方までは機会がなかったんですけど、お仕事のきっかけで2年前ぐらいに行くことがあったんですけど、大村からすると長崎にこんな表情もあるんだなっていう発見があるんですよ。同じ県なのに本当初めての地に行ったっていう感じになれる場所が野母崎だなって思いました。なんか私も野母崎はちょこちょこ友達とランチに行ったりとかしてたんですけど、ランチで、あ、そうですそうです、今カフェがすごい増えてるんですよ、野母崎。そう、はい、全然増えてて、本当になんか福岡の糸島みたいな感じっていう風にいつも言ってます。確かに今持ったでしょ、さすがに。そんな感じです。糸島みたいな感じです。なんですけど、ご紹介いただいたところとかは初めて行ってて、撮影の後とかは本当になんか旅行に行ったかのような充実感はありましたね。いいですよね、本当。そうですね。お二人はどれくらい戻ってないんでしょうか？小星さんはもうやばいですよ。小星さんも長崎県民じゃないですもん。すみません、遅くなっちゃった。小星さんは違います。長崎県民。違う。県民だから。自公。県民だから。自公。どのくらい3年だったんだけど、自公。3年自公。いや、なんか、帰ってもやっぱり誘いづらかったりとかするし。今、やばいですよね。長崎のニュース見たら、前回もちょっと話したかもしれないですけど、長崎のニュース見たらひたすらもうコロナの情報がもうほぼ9割みたいな。そうですね、長崎もかなり増えてきてるからですね、今。美咲さんは26年間長崎にずっと住まれているんですか？一回も出てないんですか？出てないです。そうです、大学までずっと、大学就職全部長崎ですね。長崎が大好き。なんかぜひそうですね。東京にの憧れはすごいあります。わかる。その分かる。表参道とか歩きたいよね。いや、歩きたいです。長崎のおすすめスポットみたいなんですけど、だいぶ野母崎について語
ってしまったので、その野崎を抜きにして話していけたらと思います。でも私海がすごく好きなので、海にいたらまあ何時間でも座って見てられるんですけど、それこそ本当にお気に入りなのは硫黄島の海水浴場か野崎の脇岬ですね。市内から車で行こうってしても結構ありますよね。脇岬ありますね。そうですね、結構遠いですね。大学の時に車で大学まで通ってたんですけど、講義が終わった後に車の前で 2,3 人ぐらい友達が待ち構えて京都行くってするんで何回か行ってましたね、脇岬。あー、本当ですか。諫早とか、あの島原の方とかにはあんまり行かないですか？あ、諫早島原も行きますね。あの、私自身があれなんですね、車運転できなくてペーパーなんですよ。ペーパーなんで。あ、そうですそうです。ペーパーなんで本当に友人に乗せてもらわないと、あの、遠くに行けないんですけど。あ、そうか、東京男子だからペーパーだ、2人とも。ちょいちょいレンタカー借りてる。ピンクは軽トラでしょ？あ、軽トラです、よくご存知で。軽トラ。いや、身内ネタは分かんないから。ちなみに、あの、美咲ちゃんと甲子さんのおすすめスポットって何かあります？話そうとしてたところがまず一箇所、硫黄島だったので僕は。あ、すみません。硫黄島ってやっぱりその海も見て楽しめるし、あと温泉もあるじゃないですか。まあ、交通も割と整ったので、なんか観光する方たちにも結構行きやすいスポットにはなってるんじゃないかなと思うんですけども。しんさん、美咲ちゃんの方は行ったことあります？硫黄島ですか？はい。あ、あります、あります、ありますよ。それ嘘の顔じゃない？いや、あるある。アイランド長崎でしょ？アイランド長崎行きました。2回行きました。でもなんか海に行くと言ったら硫黄島行こうってなってたかな。自分も長崎で一個めちゃくちゃおすすめの海があって、あんまり教えたくないんですけど正直。これ、はい、なんとかですか？本当に綺麗。糸島とか相手にならないぐらい綺麗なところが一箇所あって、あの、島原半島あるじゃないですか。はい、島原半島の一番下のとこ、こう、ちょうど折り返し地点のところに、あの、権田公園ってあるんですよ。権力の権に田んぼの田。権田公園ってあるんですけど、あの、そこ、なんか、道路からずっと山の方登っていくんですよ。で、一番上に権田公園っていう公園があって、そこから島原のその海全部見えるんですよ。へえ、超綺麗。すごい高いところから見れるんですよ。じゃあ諫早からだと1時間半とかそれくらい。諫早からだとそうだね、それぐらい多分かかると思う。ぜひ行ってください。行きたいな。行ってみます。私のおすすめスポットは、すごい大村のことを言うようですが、大村公園がこの時期花菖蒲がすごく綺麗にしていて、大村公園の花菖蒲園って九州最大級の規模って知ってましたか？そうなんですね。めちゃくちゃ立派なんですよ。ちょうど6月まで見頃なのでおすすめですね。171種類、およそ10万株、30万本、大村市の大村公園にあります。へぇ、そんなあるんですね。ぜひなんかお花とのお写真も、美咲さんのインスタで見れると楽しいかなと思います。行ってみます。ありがとうございます。素敵なところ教えていただいて。なんかこれからどういうところを撮りに行くって予定は、結構もう詰まってるんですか？決まってます。6月いっぱいまでは決まってますね。すごいすごい、ね、もう今後あれですね、もう美咲さんが今後インスタグラムでずっと活躍していくと、長崎のいわゆる広告塔みたいな役割を担う存在になるかもしれないですね。これなれたらいいですけど。なんか活動内容が割と近しいものをなんか感じてるんです、名前もですけど。ご紹介の中でベストオブミス長崎ファイナリストでいらっしゃったというのを見て、はいはい、私はミスユニバースだったんですけど、同じ大会なんですよね、はいはい、2018年のファイナリストだったんです。あ、
そうなんですね。2019はスタッフで入ってたんですけど、2020は私スタッフで入ってなくて、はい、なので、たぶんいい感じなんだろうなって思いながら、いろいろ共通点がありそうだなと思ってました。本当ですね。お二人は、そのミスコンはもう自分から申請されたんですか？どういったルートで自分でまず申請されるんですか？まず、なんか最初の入り口って、周りの人から、やってみなよ、こういうのあるよ、情報から入るんですよね。で、あ、そんなのがあるんだなっていうのからちょっと興味をどんどん持っていって、で、応募自体は自分自身でしなきゃいけないですね。なので応募自身は自分で送って、あのオーディションがあるというふうな感じでございます。そうですね。どうでしたか、そのミスコンに出場されて、何か変わりましたか？自分の周りの環境だったりだとか。それこそ私も一番最初に出たミスコンが2019年に、またそのベストオブミスじゃないミスコンに出てるんですけど、その時が親友の推薦で出て、でもそういう時にはそのミスコンだったり人前で何かをするっていう、こう自信とかもなかったんですけど、でもミスコンに出てビューティーキャンプ受けて、こうだんだんとちょっとずつ自信のようなものも多分ついたおかげで、今こうやってインスタとかでも発信とかする活動ができてるのかなとは思うので、そうやってこう人前に立つ勇気みたいなのは多分ミスコンを通してついたものかなというふうに思います。素晴らしいですね。あ、なんかそういうきっかけがあるとすごいいいですよね。そうですね、なかなか多分自分で出ようって思って出るのってすごい勇気いると思うので、誰かの後押しっていうのはですね、あった方がそういう変われる場になんか出るきっかけにはなりますよね。実際ミスコンはどうでしたか、やってみて。やってみて、そうですね、なんか私は本当にキラキラしたイメージっていうところが一番にあったんですけど、でもやっぱりウォーキング練習とかはかなり過酷だなっていうふうに思いました。もうヒールでそうですよね、ヒールで足も痛いし、平日も仕事あと夜何時間も練習してとかいうのをしてたので。何時間も練習するんですか、ウォーキングって。します。それこそ私は全然素人だったので、うん、うまく歩けなかったので練習は重ねました。うん、でもそういう歩き方を徐々にできるようになってくるのとともに、こう自信がついていったり、自分が前に出たり表に出たりっていう勇気もこうついてきた感じですか？そうですね、それもあると思います。あとはやっぱり本番とかで多くの人の前でやっぱりポーズを決めたりスピーチしたりっていうところでも、やっぱりさらにですね、自信っていうところはついたのかなと思います。お二人はミスターコンテストとか出ないんですか？出た経験があるんですか？そんなあるんですか、ミスターコンテストって。ありますよ。あります、あります。長崎ミスターコンテストですか？私が2019年に出た大会はミスターコンも一緒でした、合同開催でした。へえ、なるほど、ミスターコンテストか。ちょっと考えときます。考えない顔です。考えてる顔やんか、これどう見ても考えてる顔やんか、右から左の顔やんか。でも多分思っている以上に肉体的な部分がいるのがミスコンですよね。体力的な、うん、あれですか、ウォーキングの練習ってよくモデルさんとかがやってる、なんだか一本の線の上を歩くみたいなイメージで練習するやつですかね。そうです、そうです。とか本とか載せて歩いたりとかしました。本はい。そのなんか訓練するとこで全員そういうトレーニングされてたじゃなくて、美咲さんがもうご自分でそのなんかバランス取るためにそういった練習されてたってことですか？はい、それはもうレッスンでみんなこう載せて歩きましたね。お家にある本を持参して載せて練習をするんですよ。この練習方法って男性にもできますので、ぜひ本を載せて歩いてみてください。その本を落とさなかったらいい、落とさないように歩けたらいいってことですかね。そうですよね、本落とさないように歩くんです。そうです、そうです。ちょっと今日本一冊買ったんで、これこのズーム終わったら練習します。
やってください。あとで勝負しましょうか。どう何メートル歩けたんでしょうか。フリートークなんですけど、何かこれは話して、うん、話したいみたいな話題持ってきた人いますか。いくつかこう質問したいなと思って、美咲さんの将来こういう風になりたいとか、そういう女性像とかがあったら知りたいなと思いました。もっとなんか美咲さんのこと知りたいなと思いました。確かに、うん、確かに確かに。あら、これ声、音声、はい、はい、入ってます。聞こえてないですね。聞こえ、え、皆さん聞こえてます？どうですか、コウツさんと美咲ちゃん。え、何？いや、私は聞こえてたけど、今聞こえないふりしてました。いや、意味が分かんない、そういうこと言ってねえから。なんでそんな下にプレイしてるの。あ、どういう風になりたいかですか。はい、教えてほしい。はい、なんかこの頃私、それこそコロナで暇なんでずっとネットフリックスを見てたりしてたんですけど、連休中とかに愛の不時着ってご覧になられました。ご覧になってますね。はい、韓国ドラマのその主人公の女性とかも結構バリバリに働かれるんですけど、かっこいいなと思って、うーん、っていうのは思いました。そんな風にこうバリバリに働く女性にはなりたいなっていう風に思います。なんかこうあれですか、はい、将来的になんかこうフリーダンスになって活動するとかそういうのではなく、とにかく今やれることをやるみたいな。将来的にはやっぱりフリーランスとして活動したいなっていうふうに思ってるんですけど、まだまだなんかどういうふうにしていくかとか全然見えてなくて、なんで今自分がしたいことをとりあえずどん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 やっていくっていう形で活動してます。その活動の中でこのインスタグラムの活動をする前と今して見て何か変わったこととか違いとかありますか。なんか最初は私自分の写真を上げるのも恥ずかしくて、自分のプライベートアカウントとか背景をつけて写真すっごいちっちゃくして上げてたんですよ。上げてたんですけど、なんですけどやっぱりカメラマンさんがそれじゃあせっかく撮ったお写真もやっぱりいいものを撮ってくださってるのでもったいないよっていう風に言ってくださって、もう普通のサイズで上げるようにはなったんですけど、で上げたら結構反響があっていただいてっていうところではすごい嬉しいし自信にはなるので、もっともっと発信したいなっていう風には思いになりましたね。すごい変化がこうこの短期間でもあったんですね。そうですね。で今は本当この間生咲きグラマさんと活動して、やっぱりそういう町おこしをされている方とのコラボとかもすごい楽しいなっていうふうに思ったので、いろいろな地区で町おこしされている方とも今後コラボしていきたいなっていうふうには思ってるので、本当それこそ長崎をもっともっと元気にっていうところを自分ができたらなっていうふうには思います。お洋服とかどうされてるんですか。撮影の時の洋服はあれは私服ですね。私服なんですけど、ある程度そこ行きたいなって思う場所を そこに立ってる自分を想像して、そこの背景がやっぱり主役だと思ってるんで、私より後ろの背景を見ていただきたかったり、髪型だったりアクセサリーだったり、こっちの方は今見ていただきたいなって思ってるので、なんでそこの背景がより合いそうな服っていうところの観点では選んでます。なるほど、そうやって世界観作ってるんですね。で今回野の先に関してはその白に黄色のスカートを履いてるんですけど、それは今回水仙マンとコラボをしてて、野の先って水仙の花が有名なのでちょっとそのイメージで白に黄色を着てみました。水仙マンってあの？あの水仙マンです。あの水仙マン、水仙マン、何だ。あの水仙マンです。あれ知らない2人は、あの水仙マン。ご存じないですか。存じてないです。あ、ちょっとあの教えてほしいです。この私の投稿にも出てきてるんですけど、緑の全身スーツですね。YouTuber さんですか。YouTuber っていうよりは野崎の非公式キャラクターですね。
あ、非公式なんですね。はい、非公式です。そんな知名度あるんですね。素晴らしいです。前私ニュースで見たんです、推薦マンも確か U ターンだったと思うんですよね。あ、そうですそうです、そうですよね。一回こう、はい、お互いの方に出られて、でも長崎に戻って来られたんですよね。そうですそうです、さすが詳しいですね。はい。いや、あの推薦マンですよ。そんなさ、あの知らない二人いじめるのやめてもらっていいですか。これなんかあの本当失礼なんですけど、この推薦マンが普通に街歩いてたら普通に補導されそうな感じです。確かにちょっと怖いですよね。小学生とかびっくりするんですよ。大丈夫、もうあのデビューしてるんで、日本長崎の民放では。そうですそうです、長崎民放全部出たって言ってました、全曲。本当ですか。はい、全曲出ましたって。大人気です。え、お二あの二人の美咲さんはうなえさんご存知ですか。うなえさん、あの諫早市のあのゆるキャラなんですけど。え、美咲さんご存知ですか。はい、私はうないさんを知ってるんですよ。あ、本当ですか。あ、ちょっと待って、事件起きた、ごめん、あの皆さん事件起きました。まさかの講師さんが多分知らないパターンのやつ。いや、うないさんは知ってますよ。時効ですね、やはり。あの3年経った今でも一応うないさんは、うないさん知ってる。あ、よかった。うないさんはあの諫早市公式 Facebook ページでゲリラ的に写真を投稿するんですけど、今ここ歩いてるみたいな感じで、自分のあの実家すごい山の中なんですけど、実家付近歩かれてたりとかして、うなぎがうなぎの、うないさんってうなぎなの。うなぎ、へえ、ちょっとコラボしてみたいです。コラボできるようだったら推薦しておきますね、諫早市。うないさんコラボしたい。でもうないさんが結構諫早では人気みたいで、それはあの行った時に知ったんですけど、諫早に自分が好きなアーティストさんが来た時にライブが確か諫早の何ですかね、ホールがあるじゃないですか、そこに来たんですけど、そのアーティストさんがうないさん知ってますかってこう言って、え、そんなに有名なのみたいな。なんでぜひコラボしてもらいたいですね。したいです。ちょっと今フェイスブック見たらうないさんのイラストが載ってるんですね。これ着ぐるみでいろいろ回ってるんじゃなくて。そうなんですか。着ぐるみじゃないんですね。着ぐるみじゃない、これ。あ、そうです。着ぐるみはあるけど、そうなんですね。はいはい、フェイスブック用のシーンは、はい、写真が合成してあるっていう。ああ、なるほどですね。美咲さんは、はいはい、ここどういうコラボとかパッとかしていきたいんですか。あ、ちょっとしたいなと思ってるのは工場見学とかしたいんですよね。工場見学とか農業系もしたいと思ってて、長崎のみかんもびわとかじゃがいもとか高島トマトとかそういうのとかもアピールしたいなと思ってますし、あとはビハーレンとかも行きたいです。紹介もしたいですね。ビハーレン行ったらすごいですね。今長崎で一番人気があるんじゃないですか、ビハーレン。そうですよね。今ビハーレンすごいですもんね。だから長崎の企業さんとかそういうところともいろいろコラボできたらなっていうふうには思ってます。うん、楽しみですね、今後の活動も。ずっと思ってたんですよ、長崎にあの広告塔となる人、なんかその一人の人物みたいな、長崎といえばこの人みたいな、なんかこう今まであんまりいなくて、でこの今美咲さんがされてるその活動がまさにこう今長崎が必要としてることなのかなと思ってて、これやるとこういろんな人と協力してくれてすごく盛り上がるんじゃないかなって、その中でそういったこう放送みたいなやつがあったんです。こういうのやりたいなって思ってたんですよ。長崎の、まあ、ビジネスさん、その長崎のいいところを紹介してくださるみたいな。ジミ君ずっと確かに言ってたよね、言ってた。あ、そうなんですね。いや、まさにこれなんですよ。これで多分美咲さん YouTube やったら盛り上がります、はい。本当ですか。プラットフォーム全部駆使した方がいい。あ、インスタだけでなく、ね、か、あ、一つの番組みたいにしてこうなんか、うんうん、多分すごくいくんじゃないかなって、楽しみです今後。いろいろ挑戦しています。
なんかまたあのインスタをされてる方とこうやってオンラインで直接お話ししてみるとこ見てるのと実際に話すのとでなんか親近感が湧くというかその人がより分かるっていうそんな時間だなと思いました。そうですね、お写真だけだったらですね、なんかどういう感じかってなかなか伝わらないからね。写真見たらね、さらにこう知りたいなって気持ちが促されるのでこうやってお話できてなんか楽しいなと思いました。ありがとうございます。自分たちも今その長崎で活動されているもうまさに三崎さんがやってる活動みたいなことをされている方々とこうコラボしていっていろんな話聞いていきたい。で自分たちがこの YouTube っていうプラットフォームでそれを情報として発信していきたいなっていうのがあって、まあ、今回はここにありがとうございます。本当にありがとうございます。多分甲子さんは今三崎さんの好きな男性のタイプが気になってるんだけど。なんで僕なんか好きな男性のタイプの人から気が済まないキャラみたいな。聞かないと気が済まない。やばいな。コウさん、じゃあコウさんの口からちょっと聞いてもらっていいですか。何恥ずかしいな。話がちょっと違う話になるんですが、はい、さんのなんか好みの男性像ってあったりするんですか。そんな、いますか。コラボ相手の方に失礼じゃないですか、そんなの。ちょっと、絶対切り取ってなんかやばいやつに仕立て上げるって、こっちさ。ダメだって。あれ、ちなみに、どうですか。そうですね。あの、この頃、私もちょっと好みが自分の中で変わりまして。この頃この頃変わりました。今まではその面白くて優しくてっていう人が好きだったんですけど、はい、この頃は賢い人がいいなっていうふうに思うようになります。なんかこうやって今一人で活動して、あ、それこそスペシャルサポーターさんとかはいらっしゃるんですけど、まあ、自分がしたいとなって活動していくってなった時にこういろいろ知恵とかなんかくださって、うん、サポートしてくれるような人がいいなっていうふうには思ってます。美咲さんがされてる活動を一緒にやっていくようなサポートしてくれるようなそういった知見がある方がいいなっていう、うん、そうですね、まあ、活動もなんですけど、まあ、他のこととかもいろいろ知ってる人がいいですね。じゃあなんか前はその一緒に行って楽しいっていうイメージだったのがこう尊敬できるようなそういうタイプと一緒にいたいなっていうのに変わってきたんですね。そうです。あ、大人の階段だ。うまく塩梅取れないとちょっとまあその面白いに特化してもあれだし賢いに特化してもあれなんで、こ うまく塩梅取れたらいいんですけどね。なんかユーモアあって面白くて、はいはい、そうですね、まだちょっと出会えてないのでそういう方がいたらなと思ってます。もしあのそういう人と出会ったらどういうデートに行きたいですか。こう長崎いっぱい巡ってるから結構デートのハードルが高いのかなって思って。長崎だったらそうですね、でもデジマワーフのテラス席とかデジマワーフめっちゃいいですよ。いいじゃないですか。いいですよね、デジマワーフ。あそこでカフェラテ飲むとか。カフェラテいいですね。みさきさん一緒にコーヒー飲めるって話す。あ、そうそう、すみません、私のちょっと個人的なのが出ました、すみません。みさきさんのタイプはあのカフェで一緒にお話ができる人がタイプらしい。あー、いないこの情報。なんか甘いの苦手とかいう男性とかもいらっしゃいますもんね。ただカフェはあんまりみたいな。えってことではなくてですか。あ、そういうことかなって思ってます。なんかもうちょっと甲子さんあの突っ込んで男のことって言っちゃった。甲子さんのなんやつだけなんか家みたいになってるんですけど大丈夫ですか。いやちょっと照明とかマジでなんで僕だって甲子さんだけやたら暗いんですよね。なんか暗いでしょ、みたいに照明解雇しますね、ちょっと別のやつ。まあ、穴場のグルメじゃないですけど、なんか、そういうのがあれば。知りたいかも、それは。長崎の穴場グルメ。穴場グルメ。知りたいと思いました。好きな食べ物何です。好きな食べ物、海鮮。お寿司とか好きですね。どこか、美咲さんありますか。出るところ、うん。
食べるところは聖公園。ちょっと待って、それ穴場っていうかさ、もうコンビニみたいな感じじゃん。長崎のコンビニみたいな。私の昔のバイト先でございます。そうなんですね。どこか長崎でバイトされてましたか？あ、バイト、私大学4年間は公文の先生をしてました。長崎に関係することだったらビファーレンのチケットの大喜利とかしました。イサハヤでですか？イサハヤのトランスコスモスタ。あ、そうです、あ、そうです、そうです。佐々木さん、学生時代何部でしたか？学生時代は中学は陸上部でした。そうなんですよ。短距離ですか？長距離ですか？短距離です。それは中学生の時ですか？高校生の時ですか？中学ですね。え、ちょっと待って、中学陸上部短距離、私と一緒。え、本当ですか？すごい。年齢が違うけどね。すごくない？ミスコンも、いや同じやつ出てたし。すごい。すごいですね。名前も一緒ですもんね。本当ですね。びっくりです。佐々木さんと一緒にバイクでツーリングにぜひ乗る後ろに。え、行きたいです。先週タイヤ交換したんで。おお。機会いただければ。車検も終わったんです。車の車検も終わったんですね。そうです。車検も終わりました。バイクのタイヤも交換しました。あとは美咲ちゃんを乗せるだけです。乗せるだけ。素晴らしい。お願いします。なんか男みたい。美咲さんはありますか、その長崎の穴場グルメ。僕にあんま聞かない方がいいんですけど、自分うどんが大好きで。うどんなしってお願いします。もしうん、うどんなしで。何系ですか？お寿司はちなみに分かんないです。何があるかな？グルメ。僕が先に。あ、どうぞ。どうぞどうぞ。僕は長崎市内に定食屋なんですけど、コロッケっていう定食屋が。あ、行かれたことあります？さっきさん。あります、あります。あそこが何ででしょう、なんかやっぱもうコロッケっていう店名な部屋で、コロッケがめちゃめちゃ美味しいんですよね。なんか、一旦口にするコロッケとはまた一味違うコロッケが食べれるんじゃないかなと思うので、機会があればぜひ。コロッケこんな熱く語る人と初めて会いました。いや、コロッケってお店の名前。いや、コロッケをバカにしてるわけじゃないんですけど、コロッケそんな熱く語る人いるんだと。いや、僕がなんかはちゃめちゃにコロッケが好きっていうわけでもなくて、単純にそこのコロッケはなんかあれなんですよね、なんか今まで食べたコロッケとは違う味が食べれるんですよ。海鮮系で言うと諫早の、はいはい、竹の鮮魚さんってあるんですけど、諫早駅徒歩2分、1分2分ぐらいのところにあって、そこはもうすごく有名で、全国各地あらゆるところから食べに来られる方がいらっしゃるぐらい、まあ美味しい海鮮料理屋さんですね。価格も。そうなんですね。ぜひ食べてください。そこは行ってみます。私も今考えてたんですけど、なんかちゃんぽんで行くと、お、好きなお店とかありますか？あります。いや、それで思いました。いや、ごめんなさい。これもまた諫早になるんですけど、あ、そうですね。長崎県民もちょっと悩むとこあるじゃないですか。県外から来られた人に、なんかその美味しいちゃんぽん屋さんどこって言われても、ヒカエローさんとか、あとまあリンガーハットとかいろいろ言うと思うんですけど、ちゃんぽんって、まあ、美味しいは美味しいですけど、こうめちゃくちゃ美味しいみたいなやつあんまないって言ったらあれですけど、めちゃくちゃ美味しいちゃんぽん屋さん諫早に、本当にこれ美味しくて、諫早長田町っていうところにある菜の花、これめちゃくちゃ美味しいです。野菜、味がちゃんと染みてて、スープがめちゃくちゃ美味しくって、これもうほんとおすすめです。長崎県民多分みんな美味しいって言うんじゃないかっていうぐらい美味しいです。ちゃんぽんでこんな美味しいのあるんだって自分びっくりしました。
もしなんか皆さんの方が何もなければ、あの美咲さんの方で、ね、なんかあの、はい、何でも宣伝してもらっていいので、まあ、それでいたいなと思ってるんですけど、はい、なんかありますか皆さん。もうぜひぜひ美咲さんのお伝えしたいことをお話しいただければと思います。ですね、からも長崎をもっと元気に、これで情報発信を頑張っていきますので、まだ私一人では活動は難しいので、スペシャルサポーターさんもまた順次募集もさせていただきます。町おこしされている地域の方も一緒に活動しましょうよろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いしますぜひ私たちともいつか何か一緒にできることがあればお願いします。なんか美咲さんの周りにこういう面白い人がいるよっていう方がもしいらっしゃれば、ああ推薦マン。あ、推薦マン。映像とか写真とかも撮りますね。なんかもし帰って時間あればぜひ一緒にやりましょう。お願いします。すみません、今日はわざわざ長い時間お付き合いいただいて本当ありがとうございました。いえいえ、楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。これ新鮮なお話聞けましたね。